せーの、じゃあ今日は今私は首都高を走っております。どこに行くかっていうと、みんな思い出して2年前髪の毛切りに行ったよね、湘南まで。くれくれくれラップ、くれラップ、やっちゃった。行ってきます、七里ヶ浜に。でもさ、みんなあれ、あの動画みたいにバッサリ行くんでしょみたいなのは期待しないでください。ただあの微調整に行きます。なんかどうしよう、面白くないって言われるかもしれない。2年ぶり。あ、あれ以来行ってないの？あれ以来。それまではケンちゃんに切ってもらってたりとか、あとザックの高橋さんに整えてもらったりとかしてたんだけど、まあ、ちょっと大きくスタイル変えたいなみたいな時は七里ヶ浜の川端さんとこ行きたくなるんで、あとまあいい景色を見たい、海を見たい、サーファーがねえ地球と戯れて。ただ暗い。そうだよね、髪の毛今日切るの18時からしか無理ってことで、その前にちょっと美味しいご飯をいただきにね、ランチでもしに行きませんかってことでちょっと早めに出発しておりますが、道が心配。日比谷ちゃんがナビなんだよね。すでに謎に1回首都高降りたし。ほんと大丈夫、前の2人。渋谷で1回降りました、ね、本当になんで。この中にホットラテが入ってます。そしておやつ、大好きなバトンドール。知ってる？初めて見ました。だろ。大阪でしか売ってないの。なのに、なんで今私の手元にあるかっていうと、ニコタマでポップアップやってるらしい。へー。ヒカルちゃんが買ってきてくれた。はい、ひびやちゃんも。あ、ありがとうございます。直近にも渡してあげた。シュガーバター。そうなの。見た目はもう完全にプリッツとか。ああ、そうそう、あのどちらかというとプリッツよりかな、このシュガーバターに関しては。なんでかっていうと、チョコレート巻かれてませんから。ほら、でもさ、プリッツさ、しょっぱいじゃん。しょっぱい、甘い。うん。おいしい。これは恋の味や。どんな味ですか、恋の味。食べてみ、恋の味。バターがふわっと。そうなの。香ばしくて。香ばしい。甘い。甘い。濃い。さすが、わかる。中1の時覚え出しますね。てか、あのプリッツちょっと固めじゃないですか。うん、これ、柔らかくないですか。しっとりしてるよね。うん、不思議。でも、パリッっていう感じもあるよね。うん、うわ、すごい、美味しい。あの高級な味がする、うんうんうん、雑に言うと。ちょっと僕、どうしたの。さえこさん、もっと切り抜かれたい。どうしたの急に。いやもうね、さえこさんの面白さをもっと伝えたいわけですよ、僕。いいいいいい、私ちゃんとしてるって思われてる状態がいい。あの別に最近女神ですねとか言われるの嫌じゃないもん。いや、僕は嫌です。いや、これは多分ね、僕だけじゃなくて、シンクフューチャー社内みんな思ってると思いますけど。いや、万太郎もわざわざ最近、女神って呼ばれてますもんね、わらみたいな。LINE もわざわざ送ってくんの。なんかさ、山本さんも言うけどさ、みんなさ、社長と副社長の扱い雑じゃない。で、直帰もさ、私のことさ、支援活動でさ、こういうなんか直帰みんなちゃんと着るんだよってしたら、社長直帰って言うんですね、ブブみたいな。今と着ちゃう、ブブみたいな。はぁみたいな。それから彼女は直帰ってあだ名になったけど。あ、そういう理由だったんだ。でも私はさ、女子スタッフがここ半年ですごい増えたじゃん。彼女たちの言葉遣いがすごい綺麗なのと、綺麗。そう、それですごく学ばせてもらってんの、近くにいて。あと切り返しも上手なの。それで言うと、まんちゃんめっちゃうまいです。まんちゃんもうまいね。うまい。私ちょっとうざい絡み、しつこくされたら途中で無視しちゃうもん。強い女感すごい出ちゃうから、私。強い女ですから。そんなこと言ってんだから。私だって、だがあるよね、直近な。ありますね。ほら、ただちょっと今女性ホルモン足りてない。おいおいおい。昨日さ、なんか東京をね、車で一緒にさ、移動中走ってたらさ、目の前で芸能人が乗ってそうな車が止まったわけ。
もうフルスモークの。だから若い深い帽子をかぶった女の子と腕組んだ男の人が出ていったわけ。あれはさって、もう絶対アイドルだよねって。事務所が完全にスーパーケアしてるパターンだよねみたいな話をして盛り上がってたらさ、最後さ、社長、人のことはいいですから自分のこともねって。デートぐらい行ってくださいねって。直帰プライベートのマネジメントまで直帰はだって私がデートに行く時もスケジュール切りますよっていうタイプだもん。これから週刊誌は直帰に聞けば大体のことは全部知ってる。あ、茅ヶ崎着いた。早い。え、ここ小声でまたなんか、うん、なんか言ってるよね二人でもう一個先って言ってたよね。本当にあるの？どれ？到着です。あ、なんか素敵素敵。ごめんね、なんかブーブー言っちゃって。すごい素敵だね。どこ座る？こんにちは。はい、今日ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。よろしくお願いします。めちゃめちゃ綺麗。ほら。顔がこんなちっちゃいんですよ。今日はコースでですか？プレートのメニューが、まあ、ランチでありまして、でスープと自家製のフォカッチャになります。フォカッチャ、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 フォじゃないなかった？北海道には。北海道にはね、フォカッチャはなかった。フォカッチャあるでしょ。あるよ、怒られるよ北海道。北海道はかぼちゃしかない。いただきます。オリーブオイルとライムね、さっき車でなんか言おうとしてなかったっけ？いや、アドバイスください。あ、それリアルにアドバイスください。え、欲しい欲しい。じゃあ、まずタガがやるべきことは、はい、返信企画俺の、うん、どういうこと？なんで？もうだって永遠に小学生に見える格好で判断されるときあるから。いや、そうなんですよ。そう、悲しいかな。靴見てる人いるし、時計見てる人いるし、ヘアスタイル見てる人いるから、そこじゃないのは分かってるよ。でもそんなことで足元すくわれたくないし。確かに山本さんめっちゃ綺麗じゃないですか。そうだよ、ね、あのね、ちょっとね、悔しいっすもん。やっぱ山本さんはその加齢臭とかもすごい気にして1日2回シャワー浴びてる早くないですか、まだていうかこのポタージュが美味しすぎて、めちゃめちゃ美味しい。テイクアウトできない。そんなに美味しすぎる。優しい。何のポタージュって言った？人参？え、かぼちゃじゃないの？君何て言うんだっけ？え、かぼちゃ。ちょっと巻き戻して。何のポタージュって言った？人参？人参？一緒だって胃の中入れば。美味しい。すっごい美味しかった。ここに来ないと飲めないですか？めっちゃ美味しかったです。え、すごくない？野菜がやっぱ味が濃いんで。この辺りで採れてるお野菜なんですか？藤沢の農家さんと、あとは三島の農家さんが毎週その時定期で来てもらってて、あとはスポットで、まあ、全国の野菜ちょっと。いやだ、美味しそう。すごい綺麗。大工さん頼んだのは何でしたっけ？私はサラダプレート。サラダプレート。みんなは？僕は日替わりにしました。うん、今日日替わりが鶏ハムですね。鶏ハムに、自家製のトマトサルサソース。うわ、で、料理はサラダが、まあ、無農薬のベビーリーフですとか季節の、葉野菜ですね。でドレッシングが公家沼の魚醤を使った和風のドレッシングになってます。うん、で、お野菜は、まあ、季節のお野菜のマリネと、あとはピューレ季節で、はい、チャロットラペですとか、あとは大根発酵されたものとか、青菜のマリネなど。これ株ですね。株をローストしてマリネした。他のだと黒大根ですとか、あとはこのスティックブロッコリーのものとか、チーマビラータっていう菜の花の仲間です。ございます。あ、いただきます。はい、お楽しみください。絶対美味しいじゃん。いただきます。これいろんなソースがここにあるんですか？はい、赤いのがビーフで、
オレンジがパプリカで、緑がブロッコリーで、紫が紫色で、白がカブですね。たくさん。ありがとうございます。本当に綺麗。昔サイコさんサラダあんま好きじゃないイメージあったんですけど、うん、2024年大好きになった。あ、今年、まあ、もともと好きだけどあんまり東京で食べてなかったって感じかな。宮崎とかナスだと食べるんだけど、東京でお野菜、味があるお野菜買うのすごい難しくって、うん、もう全然違うね。やっぱ食べ物で体ってほんと変わるんだなって思う。シルエットもそうだし、あ、便もそうだし、おえー、びっくりする食物繊維で、うん、別にそこすごい悩んでたわけじゃないのに全然違うと思って、ごめんね、食事中。いいね、こういう曲が流れる感じ確かに、うん、都内にはないですね。ないよね。え、流れます？港区だけ。え、流れるの？うん、5時に、うん、渋谷区は流れないです、うん、そうなんだ、ざわざわしてる。てか、昨日ね、定休日なのに宅急便が来たの。おお、なんでですか？来ないことになってんのに。で、なんだろうと思って受け取ったら JYP って書いてあるの。え？箱は。で、え？と思って、うん、受け取り主の名前見たら万太郎の名前が書いてあったわけで、おいと思って、ねえ、万ちゃんこれどういうことって言って、すみません、サイコさん、ライブに備えてペンライト買いました。トゥワイス好きだから。好きだから。チケットあんの？って言ったら、まだ手配できてないですけど。でもさ、取れて買うならわかんの、うん、取れてなくて買うのはなぜと思って。売り切れるからです。ああ、行けるってなった時にペンが買おうと思ったらもう売り切れてて買えないから。へー、じゃあペンライトとかさ、現場で買うんじゃないの？グッズ販売とかで。これも並んでやばいことになります。すっごい行列、何時間も並ばないと買えない。うん、できるかな。できないですよ。あやこさん10分も並べないじゃないですか。10分も並べる。私はマジで今はスキズ。まだ全然いける感じですか？なんかあっちも好きでいてくれてるのか。なんか今一言つけました、そういうもので。あっちも多分、はい、好意を持ってくれてるのか、はい、インスタグラム の, あの検索のページ見るとすんごい出てきてくれる。あ、こいつアホだ。こいつはアホだぞ。でもどうしよう、出てきてくんなくなってる。え、なんで？え、つらい、いない。なんで？しっかりしてみたじゃん。今年はいけるといいですね、またライブね。やるかな。2024年ワールドツアー。お、絶対あるじゃん。じゃあワールドツアーか、合わせていかないとね。日本に来てくれますってワールドなら。なんで追っかけるの？なんかさ、思うのよ、私ファンの子たちがいっぱい来てくれるから覚えられて、名前で呼んだりとか、名前を覚えられなかったとしても、あーってなるあの感じが自分もなってみたいって思って。私絶対自分のその立場やった方がいいと思うの。自分の仕事的にも学べることあるから。ああ、私はやるじゃん、はい、あの写真撮影会みたいな。だから逆の立場になってみたい。知ることいっぱいあると思うから、もっとこうした方がいいんだなとかさ。あ、確かに、市場調査ですね。素晴らしい。意識高い。意識高い系でごめんね。本当に。行きます？じゃあ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。焼き芋が売ってる。ちょっと惹かれる。でも今お腹パンパン。恋愛のタイミング。そこにいる。あ、え、本当だ。カリスマがそこにいる。見つけてくれた。カリスマに閉じられた。つらい。久しぶり。暗いの心配してたけど。あれ。あれ、バージンロード。綺麗。ちょっとすごくない？これ。ここめっちゃ上がるんですよ、テンション。着いたよ、ビュートリアム。行ってきます。こんにちは。どうも。すごい伸びてるし。めっちゃ伸びてるよ。
かここら辺はチラチラ切ってたんだけど、こっち手つけてないから長さはキープしてたいんだけど、ちょっとずっとカットしてないんで調整してもらいたい。前髪とかはどうしましょう。何も考えてない。最近ここでちょっと頬ぐらいにパツパツって切ってエッジは見せてたんだけど、でももうそれも1年ぐらいやってるからちょっとなんか変化は欲しいなって思いながら、支援活動もするから邪魔になりたくなる前髪バシャって結びたい。まあそれだね。本当にあの募金箱を入れたから結構決まったな。結構ありましたね。本当どうしたらいいんだろう。ありがとう。もうすぐ使わせてもらう、ね、超えた。ドライヤーの音で吐き消されてる。すごいいいこと言ったのに今日初めて募金箱を置いてるみたいで、たくさんの方がここでもね募金箱に入れてくださるんだって、あの地震の支援で。でそれ今日タコスって言ってくれたのに全てドライヤーの音で吐き消されてる。いけないんだよ。もう速攻で使わせてもらいます。ありがとう。こちらこそだよ。てか2年間髪の毛をちゃんと切ってない私ってやばいよね。でもそれでも持つのすごくない？もう何ヶ月とか余裕で全然カットしなくてもスタイルが持ってるんだって。乾かすじゃん髪の毛洗って、そのままで決まるの。カリスギ美容師。あ、いいね。やっぱり前髪あった方が、だいぶいったね。うん、いっちゃったでももう任せた方がいいの分かってるからな。軽くなった夫も、ちょっと後ろから見たらお菊さんみたいになってたでしょ。私重たかったよねやっぱ。かわいい山見え。待って、かわいいってつけたら何でも許されるって思ったらお間違いだよ。かわいいね。確かにスッキリしてる。すごい。あ、出た。滑り込みました。すごいんだけど。また、かわいい。これ、あ、ほんとだ。ちょっとじゃあこっち。ん？ね、おいしいチップス。塩気入れる。います。います。あ、来た。ピピ。あ、芋。あ、食べるんだ。天才。このさ、普通の焼き芋だったらちょっとあげてもいいんじゃない？ピピ、お座り。おー、いい子ちゃんよね。よかったね、よかったね。プロの枝毛切りね。私その技だけでも習得した、うん、こうやって曲げると、うん、ここに出てくるわけ、うんうん、ね、結構ある枝毛、うん、予備軍いる、へね、全然違う。すごい。映像で伝わってるか分かりませんが衝撃的。すごい。これ見てるね、これ。何？オイル？オーエーっていう。オイル？これを濡れた時に2、3滴手先につけて乾かすと乾いてくるの、きれいに。へぇ、すごい。印象変わったよね。うん、全然違う。え？すごい。軽やか。頭もめっちゃ軽いの。へぇ、軽やかになりました。カリスマ。カリスマ。まあこれちょっと忙しいんで。ちなみにそれこそドライヤーしてる時にすごくいい香りを。あ、でしょう。これね、ね、アルビオンさんと一緒にね取り組みしてんだけど。うちのファーム用の香りもハンドクリームなんだけどさ、まあもちろんさ使用はいいんだけど香りちょっと香り、めっちゃいい香りしてきた。さ、ああいい匂いですね。本当、
ちょっとファームっぽいグリーンな感じにしたかった。あ、いいね。でもちょっと濃いでしょ。わざとそうしたの。なんかスイッチの入れ替えをできるようにと思って、もうほぼ自分用に作ったんだけど。かわいい。かわいいかな。馬散りばめた。かわいい。確かにパッケージもかわいいですね。そう。マンゴーとか、ベルガモットバジルとかって感じでね。ちょっとちっちゃなバッグにも忍び込ませております。あ、いいね。どうや。ピッピー行くよ。ピッピーよ。ピッピーだね、お座り。いい子だね。ブボボーン。やりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。しっかりお預かりします。では、こっちか。お気をつけて。ありがとうございました。行ってきます。ありがとうです。ありがとう。素敵。すっきり。いやー素敵ですよ。めちゃくちゃ天才だよね、やっぱ、うん。